ございます、今日はね、12月の28日、金曜日、はい、朝の6時22分です。いやはや起きてびっくり。外、こんな感じ。雪、積もりました。びっくりびっくり。もうこの下屋の屋根でね、多分10センチは積もってるんじゃないかと思います。もう窓際ここでもね、3、5センチぐらい積もっております。いやはやびっくりびっくり、夜降って、そんだけも降りました。ほら、大雪になるかもしれませんね。大雪になった時には、道路ね、スタッドレスもちょっとあれかな、あの例のね、大雪の時には金属チェーン、もしくは非金属チェーンをつけないといけないっていうやつですね。まあ一部、それは一部なんですけども、ルート8、まあ国道8号線とかね、高速とか走るときは、そういう金属チェーンとかね、そういうのつけてないと警察に見つかったとき罰金30万円と大きいのが返ってきます。さあ払いってなりますからね。はい、あと10分、今寝起きです。仕事もね、明日まで、本当は今日仕事納めなんですけど、ちょっと忙しくてね、明日土曜日も出ることになっております。まあ何時までか分かりませんが、皆さんは多分今日で仕事遅めでしょうけどね。はい、では今日のね、福井県小野市の雪の状況、雪模様、ほんの数時間でね、こんだけ降りましたね。はい。ご視聴ありがとうございました。